トニー・フェルナンデスは、マレーシアの起業家。東南アジア地区を中心に、アジアを網羅している、格安航空会社、エアアジアグループの最高経営責任者。2011年、大英帝国勲章を受勲。1964年4月30日、マレーシアのクアラルンプールで、インド系アメリカ人の父親と、マラッカのマレー系ポルトガル人の母親の間に、生まれる。 幼い頃はビジネスウーマンであった母親に連れられタッパーウェア社のディーラーのパーティーや集会に顔を出していた。地元の英国系教育機関ザ・アリス・スミススクールで教育を受け英留学して1977年から1983年まで本校のエプソム・カレッジで学びロンドン・スクール・オブ・エコノミクスに進学して1987年に卒業する。 その後は短期間、バージン、アトランティック航空で監査役として働いた。マレーシアに帰国後、ワーナーミュージックマレーシア社で史上最も若いマネージングディレクターとなった。1992年から2001年まで、ワーナーミュージックグループの東南アジア地区担当副社長を務めたものの、ワーナーミュージックの親会社。 タイムワーナーが AOL との合併を発表後、格安航空会社設立の夢を追い、退職した。2001年10月、当時のマレーシアの首相マッハティール・ビン・モハマドから、地元の航空会社、エアアジアの買収を進言された。当時のエアアジアは、マレーシア政府系の重工業会社、DRB、ハイコムの参加に入っており、ボーイング737から300を2機、所有していたが、 業績の低迷により1100万 US ドルの負債を抱え、経営破綻状態に陥っていた。マハティールが同社の存続を望んでいたことから、進言を受けたトニーは、貯蓄をはたき、持ち家を抵当に入れた上で、一リンギットで買収した。ちょうど、アメリカ同時多発テロ事件の起きた直後であり、航空業界にとっては最悪の時期であった。誰もがエアアジアの経営破綻を予言し、 トニーをクレイジーと思っていた。しかし、事業継続1年後、エアアジアはすべての負債を完済した。飛行機のリース量は40%も下がっていて、また他の航空会社が行ったレイオフにより、経験者の採用が容易であった。トニーは後に、買収のタイミングはパーフェクトだったと語った。2007年には、クアラルンプールに最初の格安。 ホテルチェーンのチューンホテルズを開業させ、今後、マレーシアや、東南アジアを中心に、店舗網を拡大する計画である。イ一オーナー時代また、2010年の F1 世界選手権より、イ一に参入した、ロータスレーシングのチーム代表も務める。イ一の2010年シーズン開始前、トニーは今シーズンの目標は同じくこの年から、イ一に参入する。 バージンレーシングより上位でシーズンを終えることであり、それができなければ引退し自殺するとコメントした。これに対し、バージンレーシングのボスであり、航空会社であるバージンアトランティック航空などを経営するリチャード・ブランソンは、コンストラクターズランキングで負けた方が勝ったチーム側の、航空会社のスチュワーデスの制服を着るとの賭けを、トニーに提案した。結局この賭けは、ブランソンの負けとなり、 トニーからヤージアの征服が支給された。2010年5月に航空業界での功績が認められ、レジオンドヌール勲章を2011年2月には英国とマレーシアを航空業界を通じて密接に結びつけた功績により大英帝国勲章を受訓した。2011年8月、サッカーイングランドプレミアリーグのクイーンズパーク、 レンジャーズの株式の66%を取得、事実上チームを買収した。2014年7月、不審の続く、会一チームに見切りをつけ、チームを売却した。2017年12月、著書、フライングハイ、マイストーリーを刊行した。2018年9月、日本語版、フライングハイ、エアージア、会一、プレミアリーグ刊行。ありがとうございます。